今回はですね、NBDC の紹介と、NBDC が提供するサービスということで、お話しさせていただきます。私はバイオサイエンスデータベースセンター NBDC の八塚と申します。簡単に自己紹介なんですけれども、もともと人文系やってたんですけれども、たまたま某 IT ベンダーに就職したのが縁でですね、なぜかバイオ系のシステムに送り込まれまして、その後、ご縁がありまして、DBCS の担当になりました。この後、歴史もご紹介しますが、NBDC ができたときにそのまま横滑りして、NBDC の担当になりまして、今日ご紹介します、生命科学系データベースアーカイブというサービスがあるんですが、そちらの立ち上げから参加しました。で、いろいろありまして、結局 NBDC の中の人になってしまいまして、現在もこのアーカイブの担当をしています。NBDC のサイトをご覧いただきますと、ブログ、あるんですけども、私もいくつか書いてますので、もしご興味ありましたらご覧いただければと思います。それではまず始める前にですね、2、3お話したいことがございます。もしネット使える方はですね、ここ今日お話しする資料、私だけでなくてこの後に出てくる講師の方々の資料もですね、載っております。アジャックス世田谷で検索していただきますと、この NBC のですね、ご案内のサイトになります。そこから GitHub にリンクを貼ってますので、そこに各講師の資料がございます。それでは本題に入りたいと思います。まず、データベースのですね、生命科学系データベースの概要ということですが、生命科学が転換期を迎えると言っている状況に、あるということは皆さんご存知かと思います。データが爆発的に増えてまして、従来の仮説検証型のものからデータ駆動型への科学に転換しているという背景がございます。そうした中でデータですとかデータベースを自由に使いこなしていくことが求められますし、個別の学問だけではなくて、情報学、統計学、数学、計算機科学など融合していく必要がございます。そしてデータによる知識派遣も必要になってきます。代表的な生命科学関係のデータベースということで、皆さん本当によくご存知かと思いますので、一応ここに挙げさせていただいております。で、日本の中で特に代表的なものといいますと、これも本当にご存知だと思いますが、DDBJ、PDBJ、KEG といったものがあります。ちなみにですね、私どもの方では今の分類の方はですね、データベースの内容で分類してましたが、構築法ということに着目して以前分類してみたことがありました。そうするとこういった6つの型に分類ができるということになりました。その中でもちょっとお話しするのがこのバンク型と呼ばれるものでして、多分バンク型と言われても具体的にですね、こういった、DDBJ とかそういったところの名前の方が皆さんご存知だと思いますけども、こういったものがですね、もちろんバイオの世界だけではなくて、あらゆる科学分野においてですね、作られています。一般的にはリポジトリと呼ばれております。皆さんご存知のように、皆様が投稿されましたデータを査定して受け入れまして、それをデータベースとして蓄積して、公開して共有していくと。その際にアクセンションナンバーが出ます。で、もちろん配列をですね、論文に載せる場合は、そのアクセンションナンバーをジャーナルに掲載しなければならないということがございます。で、最近はですね、こういった配列データ以外にもですね、ジャーナルに投稿する場合は、そのリポジトリに入れましょう、入れなければならないということがですね、ジャーナルによって指定されることが増えています。それから、ジャーナルにおいてもですね、バラバラのポリシーではなくて、そのポリシーを統一していこうという機運が今起きております。そもそもなぜデータを共有する必要があるかということですが、少々釈迦に説法なところがありますけれども、科学の世界ではですね、本来データは第三者と共有すべきであると考えられます。なぜかと言いますと、一つは再現性の問題がありますし、透明性を確保する必要もあります。それから先ほど次世代シーケンサーの話もございましたが、データをですね、生み出すにはやはりそれなりのコストですとか、時間もかかります。そういったものを節約するためにもですね、データの再利用ということがますます重要になってきます。そして、それを、可能にするですね、バイニングとの技術のもうどんどん、進んでおります。で、もちろん大元としまして、
我々は納税者でもあるわけですけれども、そういったですね、同じようなことにですね、二度税金は使いませんと、払いませんということがまず大前提としてあります。ですから、まあ、国などの公的資金を投じて得られたデータはやはり共有していきましょうということになります。でこういったですね、まあ、このオープンサイエンスという言葉が出てますが、オープンサイエンス、オープンデータ、まあ、結構ごちゃまぜにして使われることが多いんですけれども、まあ、私の理解ではですね、オープンサイエンスの前提となるものが、まあ、データのオープン化、オープンデータだと考えております。でこういったものの、まず、画面の左側にありますのがですね、まあ、国際的な流れなんですけれども、ここに書いてますのは、まあ、G8 とか G7 のですね、大臣レベルの、まあ、政治的なイニシアチブのものなんですが、まあ、これと並行してですね、実は研究者ですとか、私のような研究支援者ですとか、まあ、ジャーナルなどがですね、集まって、データ共有のためのですね、議論というのは非常にこの間活発になっています。まあ、ここにありますのは2013年なんですが、実際にこういった現場の人たちの議論というのは、すでに2011年頃からずっと始まってまして、今に続いております。で、一方、日本に関してはですね、総合科学技術イノベーション会議、まあ、これ内閣府が主催しておりますけれども、そこで2014年から15年にかけて、国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というものを開きまして、まあ、その中ではデータをですね、オープンにすることによってイノベーションの創出につなげますということが謳われています。それから、2017年以降、実は現在も続いておりますけれども、同じく内閣府の中で、国際的動向を踏まえたオープンサイエンス推進に関する検討会、まあ、これクイズに出したら面白いと思うんですが、こういう場の名前の、検討会が今でもやっています。でこの検討会ではより実践的にですね、まあ、ガイドライン、ポリシーというものを出してまして、まあ、まずは研究データ管理利活用ポリシー策定ガイドライン、それから実は私もちょっと策定に若干関与しましたけれども、データリポジトリの整備とか運用ガイドラインというものもですね、今年出されました。こういった形で日本でもですね、国際動向に合わせてといいますか、一緒になって対応を行おうとしております。それからですね、まあ、これ結構聞いたことあると思うんですけども、今例えば国際学会なんかに行きますと、このフェアっていうことは聞かないことはない感じでして、例えば、発表のタイトルもそうですし、プロジェクトの名前もそうですし、組織の名前なんかみんなフェアをつけてるっていうのがですね、いっぱい出てきます。それ一体何なんだってことなんですけれども、まずデータ共有の基準としてこの4つの原則をですね、守りましょうということなんですね。で F というのがファインダブル、データは見つけられる必要があるということです。それから次がデータはアクセシブル、アクセスできる必要があります。そしてデータは I ですね、インターオペラブル、総合運用できる必要があると。そして R、 データは再利用、リユーザブル、再利用できる必要があるというこの4つの原則が今本当に世界を席巻しているところです。これはもともとですね、2011年頃からですね、まあ、フォースイレブンという特にヨーロッパを中心としたコミュニティがありまして、そこから議論が始まっています。そして2014年なんですが、まあ、リサーチデータアライアンス、私も参加しておりますけれども、これはまさに研究者ですとか政策担当者とか出版社等が集まってデータ共有の議論をしていく国際会議があります。そこの中でワーキンググループでこうフェア原則がまとめられました。そしてですね、まあ、ありがたいことに、2015年に今 NBDC、私でも NBDC と DBACDS が主催していますバイオハッカーソン、毎年やってますが、その中でですね、議論されまして、そして、この年にですね、論文になっております。まあ、そういったご縁もありまして、NBDC でも一応フェア原則のコンテンツをいくつか用意しています。まずこのフェア原則をですね、まあ、もちろん英語で書かれているんですけども、それを和訳したもの、実は今週リリースしました。それをですね、今公開します。で一応まだ正式ではないんですが、フォースイレブンのからですね、正式な日本語訳であるということで公認される予定になっています。それからもう少し前に出たんですけども、このフェア原則だけではちょっとわからないので、まあ、その解説記事もですね、NBDC の方から出していますので、まあ、ぜひ NBDC のサイトでもですね、ご覧ください。それでは次にですね、
じゃあ、JST と NBDC のデータ共有の取り組みについてということで、お説明します。そもそも JST と NBDC ってどういう関係なんですかっていうのは、多分ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、まあ、一言で言いますと、NBDC は JST の一部門ですということになります。まあ、今これ画面出てますのが、JST のですね、第4期の中期目標ということで、を出しております。まあ、その中で、このライフサイエンスデータベース統合の推進ということが一応書かれている。まあ、要は、まあ、ちゃんと JST の一事業としてやってますよということが、まあ、ここに書かれているということになります。それでは、NBDC は実際何をしているのかというところなんですけども、まあ、主な事業としては4つございます。1つがですね、データベースの研究開発戦略を立案していくという機能があります。それから2つ目が、データベースの充実のための、まあ、活動を行っていくと。まあ、その中に、まあ、いくつかあります。そして、データを公開していくというのがありまして、それから、まあ、国際連携をしていきましょうというのがあります。まあ、今日は主にですね、この2番目と3番目について、まあ、お話しします。特にこの3番目についてはかなり詳しくお話しすることになります。次のスライドは、このデータベースの充実に関する、まあ、基盤技術開発とファンディングプログラムになります。まあ、お手元のですね、カタログをお持ちだと思いますが、そのカタログを開いていただきますと、まあ、こういったものが出ています。まあ、NBDC としては、まあ、データ統合いくつかやり方があるかと思うんですが、中央集権的なアプローチは取らずにですね、まあ、連邦型統合といいますと、まあ、要はいろんな、関係機関とですね、連携しながら進めていきましょうというアプローチを取っています。まず、基盤となる技術開発に関しては、この後、まあ、今日は中里さんと山本さんがお話になりますけれども、DBCS とですね、共同研究をして、こう基盤技術開発を進めます。それから、まあ、各分野に関しては、まあ、それぞれの研究機関とか先生方と、にですね、まあ、実際依頼をして、ファンディングという形でですね、分野別の統合を進めるということでやっております。こちらもカタログにありますけれども、まあ、そもそも統合データベースってどんなふうにできましたかって、まあ、遠隔が出てます。で、これちょっと NBDC のカタログなので、まあ、ちょっと重要なことは一つ抜けてるんですけれども、まあ、大きなポイントとしてはですね、2006年の9月にですね、この文部科学省の統合データベースプロジェクトが始まってます。で、NBDC のカタログなんでどうしても抜けちゃってるんですが、実は2007年の4月にこう DB シリーズできましたという大きな節目があります。で、私個人に関してはですね、まあ、その翌年ぐらいからちょっと DB シリーズにお世話になりまして、で、大きな転換点としましてはですね、こう2011年の4月にですね、この NBDC が発足しまして、それまではですね、この DB シリーズが できて以来でですね、統合データベースプロジェクトの中核はこの DBCS だったんですが、この NBDC でできた時点でですね、その中核機能は NBDC に移ってですね、で、DBCS の方は基盤技術開発をするという役割の転換を行いました。で、まあ、私自身に関して言うと、まあ、ここまでは DBCS 担当だったんですけど、ここからはですね、NBC の担当になりましたという、まあ、そういったことがございます。続きましてですね、NBC の活動の3つ目ですね、データの公開ということで、これは今日メインでお話しするサービスのご紹介ということになります。まあ、実際基盤技術の部分はですね、DBCS の方で行っていただいていますが、よりですね、その安定的なサービスに関しては、NBC の方で今行っているということで、データ公開をついてですね、ご紹介したいと思います。まずですね、生命科学のデータベースに関する、まあ、皆様のご要望をですね、大きく、まあ、集約しますと、こちらの3つになります。まずですね、まあ、どんなデータベースがあるのかわからないということがあります。まあ、この後出てきますが、大体国内外にですね、2400ぐらいデータベースが、生命科学のデータベースだけでもですね、2400もあります。一体この中から何を選んだらいいのかっていうのが、まあ、わからなくなってきています。それから、まあ、そのデータベースを探すのもいいんだけれども、自分の持っている、まあ、何か探したいことをですね、まあ、一括でこう検索できないのかという要望当然あるかと思います。まあ、そのためにですね、この一括検索のためのサービスも作っています。
それからまあデータ探すだけでなくて、まあダウンロードしてきて、自分自由に確保して使いたいという要望も当然あります。まあ、そのためにですね、そのデータを一括してダウンロードさせる。まあ、そのためにそもそもこのデータを保存すると、そういったサービスとかですね、もございます。はい、で今申し上げたような、ご要望のほかにですね、まあ、データを利用する際にはいろんな問題点がございます。まあ、一つは、まあ、そもそもですね、欲しいデータというのが公開されてないということが結構よくあります。こういったプロジェクトはあるらしいんだけれども、そのデータは一体どこにあるんだろうということが、まあ、まだあったりします。それから、まあ、仮にデータが公開されているとしても、まあ、どんなデータが入っているのか、どんなフォーマットしているのか、なんか見たこともないフォーマットなんか入っているとか、説明が説明になっていないというか全然よくわからないとか、いったことがですね、結構あります。それから、まあ公開されていて何のデータか分かるし使いたいんだけれども使っていいのかどうかよく分からないと利用条件が明確になってないとか書いてあるんだけどなんかやたら厳しいことが書いてて使えないといったことが結構あります。まあ、こういった問題を本当に一つ一つ解決していく必要があります。で最後のですね点に関してですね、クリエイティブコモンズというライセンスがあります。こちらご存知の方も多いとは思いますが、例えば YouTube なんかの動画ですとか、あるいはその音楽とか、そういった作品に使われることが、もともとはそういった作品に使われているんですけれども、私ども、統合プロジェクトの方では、かなり前からですね、このライセンスに着目しまして、データ公開の際にはですね、このライセンスを使うようにしています。クリエイティブコモンズも一応ご存知かと思いますが、もう少し説明しますと、4種類ですね、表示とですとか、改変禁止とか、非営利、継承といったですね、4つの要素を組み合わせて、計6つのですね、利用条件が出てきます。で実はその枠外といいますか、中にね、パブリックドメインというものがあります。これは本当に何の制約も設けませんという、表示もしてくれなくていいというようなですね、ものがありまして、これはだから、一応枠外なんですけども、クリエイティブコモンズの方でも一応、CC0 としてこれ定義をしてます。で、私どもですね、NBC としてはですね、この中でも、よりですね、自由度の高い、この左側の部分ですね、この左側の部分に関して、もう主に使っています。でこちら右側の部分に関しては基本使わないでくださいと。我々ももちろんつけませんし、例えばデータをですね、入れていただく方に関しても、使わないでくださいということで説得しております。はい。ここまでは、一応前置きということでですね、ここから具体的なサービスのお話をさせていただきます。もしネットにつながる方はですね、この NBDC のサイトがございますので、一度見てみてください。で、NBDC のサイトに行きますと、サービスの一覧というメニューがありますので、ここを見てですね、いますと、50種類以上サービスが入っています。ですので、絞り込み、カテゴリーで絞り込みということを行っていただければなと思います。そしてですね、これらのサービスは、この後説明します。人データベースを除きますと、全く登録というのはもう不要です。ログインとかですね、登録する必要はございません。どなたでもお使いいただけます。はい、ではですね、これからサービスの説明をしますが、先ほどのスライドで、どんなデータベースがあるのかわからないというですね、ご要望に対する答えとして、データベースのカタログを作成しています。正式名称は、インテグバイオデータベースカタログと言いますけれども、国内外の生命科学系のデータベース、所在情報をですね、所在情報の説明を提供しています。今日現在はですね、2405件を収録しています。国内ですと、1250件以上ですね、あります。国外の、それから国外の情報もですね、私ども独自で調査しているところもあるんですが、その多くはですね、実はイギリスのフェアシェアリングから入手しています。先ほど申し上げたように、名前にフェアもついてますね。もともとバイオシェアリングって名前で活動してたんですけども、数年前から名前変えまして、フェアシェアリングという名前になって、バイオ以外のですね、データベースのカタログを彼らは作っています。
でそこからデータを入手して、最新の国外の情報をですね、取り込んでおります。それから、まあ、項目としましては、まあ、20種類程度あります。結構充実しております。からこの後ちょっとご覧いただきますが、まあ、キーワードですとか、カテゴリーで探すことができます。そして、このようなデータは全てダウンロードができるようになってまして、まあ、ちょっと先ほど言いましたですね、まさに CC0 パブリックドメインで配布しています。どういうふうにお使いいただいても自由です。はい、でこちらのインテグバイオデータベースカタログなんですが、まあ、NBC の サイトあるいはこちらの URL から入っていただくことができます。で、まあ、実際にですね入っていただくと、まあ、こういう画面になってまして、真ん中にデータベースの一覧があります。さすがに2400件ぐらいありますので、全部眺めるっていうのは、まあ、多分不可能だと思います。ですのでこちらの左側の方にですね絞り込むための、画面があります。まあ、例えばそのタグ生物種で絞り込むとか、まあ、キーワードを入れて絞り込むということができます。はい、でまあ、絞り込みに関してはです絞り込んでですねまあ、それでもまあ解除することもできます。まあ、キーワードを入れて例えば伝染病と入れますとそれに関連するデータベースが絞り込まれます。で、まあ、個別のですねレコードを見ますと、まあ、ここに例えばデータベースの名前がありまして、そこをクリックするとオリジナルサイトにリンクをいたします。それから、まあ、リンクする前にですねもう少し調べたいという場合は、詳細なページがありますので、そこでですね、まあ、誰が作っているのかですとか、どんなどういう誰がどういう経緯で作っているのか、まあ、そういったものがですね見ることができます。それからですね、ここに、まあ、右側の方にアイコンが出ている場合があります。まあ、これはですね、この後でご紹介するアーカイブに入っているものもありますので、まあ、そういったものはこのアイコンをつけてリンクをしています。それから、まあ、統合テレビ、ですね、統合テレビで動画がある場合はそこのリンクもあります。そして、まあ、オリジナルサイトの方で、一括データがダウンロードできる場合はそのダウンロードできますよっていう、こうアイコンもついています。から左側の方は、そうですね、ちょっとデータベース運用されている方はちょっと怖いかもしれませんけど、私ども実は毎日このカタログと対象になっているですねデータベースを死活監視しています。で、アイコンが、まあ、一番上の統合テレビの場合は、まあ、アイコンがきれいに映っていると思いますが、その場合は稼働中、アクセスできますということです。で、それが例えば何らかのアクシデントとかでですね、止まってしまいますと、休止ということになります。で、休止っていうのは実は毎日カウントしてまして、毎日カウントするんだけども、さすがにこう、14日以上はですね、なんかもうこれ以上見てもしょうがないので、14日、表示変わらないんですけれども、一応それまでは毎日ですね、3日以上、5日以上というふうに出ていきます。一応ですね、休止、長い間休止になっているものに関しては、私どもの方でできるだけ運営されている方にコンタクトを取ってですね、状況をします。まあ、その結果ですね、もうこれ運用やめましたとか、まあ、いろんな事情でそういうこともありますので、そういった場合は運用終了ということで、表示します。まあ、ですから、このデータを探す際にですね、生きているもので探すということも可能なわけです。まあ、そういったところで活用していただければと思います。はい、で先ほど申し上げたように、このカタログのデータはですね、パブリックドメインでダウンロードできます。ただ現在ですね、一部のデータフェアシェアリングから、もらっている一部のデータに関してはちょっと先方とのライセンスの関係上でですね、ここだけは CC by SA という形で、提供しています。ただし、まあ、NBDC がですね関与している部分に関しては全てパブリックドメイン CC0 でダウンロードしてお使いいただくことができます。はい、一応まあ、今回はですねこちらの講習会は実習ありませんけれども、一応資料の方は実習できるような資料に作ってますので、もし興味あります方はですねこれ終わりましたらまたこの実習やってみていただければと思います。はい、続きましてですね、次のサービスの説明に行きます。次はですね、データベースを、まあ、複
数のデータベースを一括に検索できないかということに、まあ、ご要望に対する答えとして、その検索サービスのご紹介です。まあ、そのものズバリですね、生命科学データベース横断検索なんですけれども、こちらはですね、まあ今659件のデータベースを対象にしています。まあ、この中にはですね、まあ、文献をはじめとしまして特許情報も、検索します。それから、まあ、キーワードに関しては日英総合翻訳ができます。日英の辞書に関しましては京都大学のライフサイエンス辞書をですね使わせていただいております。でなんでこういったものが必要かと言いますと、まあ、Google 使うこともまあ、もちろん多いと思うんですが、例えば Google でですね、マウスと入れてしまった場合はですね、皆さんは多分多くの場合は生命のマウスを探したいんだと思いますが、パソコンのマウスが出てきてしまうということが あったりします。それから少しちょっと古い情報ですけども、実際にですね公開されているウェブのですね半分程度しか、まあ、Google はこう見てくれないといったこと、まあ、調査結果も出ています。まあ生命科学のデータベースの多くは、まあ、深層ウェブというですね、公開はされているけれども、まあ、Google になかなか見つからないというところにあったりしますので、まあ、そういったところでですね、この横断検索が、役に立つのかなと思います。はい、で対象となるですね、データベースの、まあ、カテゴリーとしては大体こういうものになっております。でアクセス方法ですけれども、まあ、ここにあります URL を叩くか、あるいはその NBDC のですね、サイトからリンクができます。で、まあ、その画面に入っていただきますと、まあ、そうですね、下の方にちょっと新着情報が出ているだけでですね、実際にはほとんどこの検索窓が1個出ているだけです。もちろんですね、詳細検索っていうのもできまして、まあ、データベース絞り込むですとか生物絞り込むといったことももちろんできます。例えば、まあ、インフルエンザ、まあ、今流行ってますのでインフルエンザと言って入力しますとこういった画面になります。で、そうですね、この右側にですねツールボックスって囲んでいるところにですね、インフルエンザに関連する語句というのが、まあ、一応提案として出てます。でその中でですね、例えば有効性感冒というの言葉があったんで、まあ、こちらがいいかなと思ってクリックすると、もう今度は有効性感冒ですぐに検索結果が出てきます。そして、まあ、検索結果からさらに絞り込んで、例えばこのデータベースに入っている結果だけ見たいとか、そういったことももちろん可能になります。でこちらも実習がありますので、まあ、興味を持った方はぜひチャレンジしてみてください。ここはちょっと実習ですので、飛ばします。最後にですね、一応モバイルサイトもありますので、ちょっとスマホでもぜひ、やってみてください。はい、では、次のサービスの紹介に行きます。まあ、こちらはですね3番目のご要望として、まあ、データセットをそもそも取得できないのかということに対する、まあ、答えとして私の方ではこのサービスを用意していますということです。まあ、これは私が担当します生命科学データベースアーカイブですが、まあ、国内で収録され作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスです。で今先週の時点で147件で、今日1件増えるかどうかというそのところでちょっと今私も作業しているんですけど、そういった状況です。それから、まあ、こちらのデータは主にですね CSV とか、まあ、RDF 形式、もちろん画像ともいっぱいありますので、そういった形でデータを、ダウンロードできます。で、まあ、このデータなんといってもですね、このデータやデータについての説明がですね充実してまして、このメタデータを作るところがですね私が一番この力を割いているところでして、まあ、この話その話だけでもですね1時間ぐらい喋りたいところですが、まあ、今日はちょっと時間ありませんので、まあ、この辺にしておきますけども力を入れておきます。それからデータはですね CC ライセンスで配布しています。まあ、標準ライセンスというものを用意していますので、そちらは、まあ、CC 表示継承です。もちろん CC 表示もできますけども、
そういった形でできます。で、もうある程度テンプレート化してますので、まあ、誰にでも明確で読みやすいものにしております。こちらが今収録されているデータベースをカテゴライズしたものです。もちろん一つのデータで複数のカテゴリーまたがることもありますので、まあ、これは重複したものになっております。で、URL はまあこちらに書いている通りでして、NBDC のサイトからのリンクができます。はい、こういった画面になります。まあ、まだ150件程度ですので、まあ、全部眺めることもできるんですが、まあ、一応絞り込んだりですとか相当というものができます。まあ、一応詳細検索も出てます。まあ、詳細調べたいという方はですね、この検索も使うことができます。それからですね、まあ、この中にあるデータを、まあ、そもそも一括して検索したいっていうこともあると思いますので、先ほどご紹介した横断検索の機能を使いまして、このアーカイブに収録されたデータからですね、どんなものがあるかっていうのを一括して検索することができます。それから配列がですね、格納されている場合はブラストでも探すことができますし、あとまあ画像ですね。最近例えば分子とか化学関係の、画像も多いんですけども、そういったものもですね、検索することもできます。はい、でこちらも実習ございます。ただ、ちょっとご注意いただきたいのはですね、結構こってりした内容になってまして、特にですねこの画像データ OpenTG ゲイツというものをですねちょっと実習では使ってるんですが、まあ、そちらはですね幹細胞のですねスライスの画像ですのでかなり大きくなってます。なので、お試し実習される際はですね数百メガぐらいいってしまいますので、そこはご注意ください。もしちょっと回線の都合でそこまでできないよっていう方はですねもう少し軽いデータベースも多々ありますので、それを使ってもですねいいかと思います。はい、ちょっとこれ実習なのでと申します。先ほど説明しました利用許諾なんですが、まあ、これ具体的な画面ですね。本データベースの利用許諾ということで、まあ、CC by SA というのに、まあ、アイコンが出ています。でこれもほぼテンプレート化していますので、例えばデータを帰宅される場合はですね、まあ、このクレジットの部分だけ書き換えればですねほぼこうできます。だからあまりそのライセンスに詳しくないよという方でもですねこちらでサポートする形で簡単にこう、利用許諾を作ることができます。読む方もですね、まあ、大体このパターンかなっていうのは大体こうはよくわかりますし、どういうふうに使っていいかわかんないということはまずないかなと思います。はい、でこちらはメタデータと呼ばれる部分で、まあ、これはデータベース全般に関する説明のところですけれども、まあ、そういうところではカタログとちょっと重なる部分がありますが、まあ、これ以外にもですね個々のデータの項目の説明とかっていうのも全て入れてますので、まあ、そこに一番力を割いているわけですが、こういうデータなんだなということを理解していただいた上で、まあ、ダウンロードするとか加工することができます。はい、でまあ、ここはダウンロード画面ですけども、もうデータ丸ごと欲しいといった場合は、まあ、ここで、ZIP ファイルを直接ダウンロードすることもできますし、あとまあデータを眺めてからですねどんなデータがあるのか、まあ、条件絞り込んだ上でダウンロードってことももちろんできます。あとはまあこう一個一個ファイルを落とすんじゃなくて、もう全部何千というファイルをごっそり持っていきたい、もちろんそういう方もいらっしゃいますので、FTP でも用意をしております。はい、ちょっとここは実習なんで飛ばします。はい、ということでちょっと、せっかくなんで宣伝なんですが、データの帰宅募集をしております。帰宅される方に有利な、まあ、メリットとしましては、まあ、先ほど申し上げたようにですね利用許諾のテンプレートがありますので、あまりクレジットライセンス詳しくないという方でもですね安心してこう利用許諾つけていただきます。それからですね、メタデータがつきますので、まあ、データを見つける、まあ、さっきのフェア原則で言えばファインダブルなところが非常に容易になってきます。それからですね、一応このアーカイブは、
まあ、シュプリンガーネイチャーが出していますあのでサイエンティフィックデータという、まあ、ジャーナルあるんですが、まあ、そこの推奨のですねあのリポジトリに認定されています。で実際に、ここにこのアーカイブにデータを入れてですね、そしてあのサイエンティフィックデータに投稿された方もいらっしゃいます。で私どもの方ではですねあの DOI、まあ、最近もともとはあの論文等に振られているものなんですが、最近はデータにも付与するという動きが広まっています。で、私どもの方でもちゃんとこの DOI をですね、データに振っています。でちゃんとバージョン管理もしていますので、データ更新された場合 DOI を変えます。ですからこのもともとはですねあのデータベースの作成者が指定した論文を引用するってことが、まあ、多いかと思いますし、まあ、それでもいいんですけれども、この DOI を使いますとどのデータを使ったのかということがより特定されますし、あの明確になるというところ ですね、これはお勧めしております。で何といってもですねあのデータを長期安定的に管理いたします。でもともとそのつもりなかったんですけれども、その例えばプロジェクトが終わって資金が持たなくなってサーバーが維持できなくなってっていうことが結構 あります。であのアーカイブに入れていただいた場合もですね、まあ、最初はあの単にミラーのつもりで入れていたんですけども、結局そのオリジナルの方がですね持たなくなってこのアーカイブだけ残っているってことがあったりしますので、まあ、そういった意味もあの安心してこうデータを預けていただけます。まあ、このサービスも10年やってますのでまだまだあの続けていきたいと思っております。それから、まあ、あのカタログも横断検索もアーカイブも全てそうなんですが、我々単独でやっているわけではなくてですね、この4章によるあの連携というのがですね非常に重要な役割を果たしています。で私ども NBDC はもちろんあの文科省系なわけですけれども、それだけではなくて、まあ、経産省、農水省、厚労省、所管の研究所とですね連携をして、まあ、データを提供いただいたりですとか、あとデータの所在情報ですいただいたりですとか、横断検索をまあ一緒にやるということをですねやっております。まあ、こういった協力があってからこそですねあの NBDC のデーサービスも充実しているということがございます。はい、続きましてはあの人に関するデータ関連のサービスということで、ご紹介をします。こちらの2つございまして、まあ、1つがあの NBDC 人データベース、もう1つはあの統合バーという最近出たサービスの2つになります。でまずあの NBDC の人データベースなんですけれども、まあそうですねあの、まあ、NGS の等のですねあの発達に伴いまして、人に関するデータというのは非常に膨大になって増えております。で一方でですねあのもちろん個人のデータなので個人情報の保護というのは非常に重要です。で、まあ、この個人情報の保護に配慮しながらこの人データをどうやって共有して利用するかということがですね問題になるわけですが、まあ、例えばアメリカではまあデイビーギャップですとか、まあ、ヨーロッパでは EGA という形で早くからそのまあプラットフォームを作っていっていたわけです。で日本にはまだなかなかなかったんですけども、2013年からですねDDBJ と協力しまして、この人データベースというプラットフォームを立ち上げております。で、ここはですねまず提供いただくデータ提供いただく場合は、まあ、研究参加者の方の同意ですとですね、あと大学等の研究倫理委員会の承認が必要になっています。まあ、一方利用する場合はですね、全てではないんですけど、この後次のスライドで説明しますが、全てのデータではありませんが多くの情報はですねあの利用いただく際には、まず登録いただいてですね、そして、NBDC の審査委員会で審査をいたしまして、そしてその上で利用いただけるという形になっております。こちらが人データベースの、まあ、大まかな内訳ですけれども、まあ、まず非政権公開データのが書いています。これは要は、まあ、オープンでですね、あの登録なしでどなたでもご覧いただけるデータです。まあ、もちろんこれらはですね、統計値であったりですとか、特定の個人由来ではないサンプルの解析結果。なので、まあ、あのオープンできるってわけですね。こういったものが今30件入っています。それから、まあ、一番多いのはですね、この制限公開データということでして、まあ、これはあの個人ごとの情報が含まれますので、制限公開ということでですね、まあ、登録していただいて、さらに審査を経た、ユーザーの方のみがですね、利用いただけます。もちろんあの個人ごとといってもですね、当然匿名化はしております。
で、この人データベースのですね、まあ、利用方法ですとか、データ提供方法ですとか、ガイドラインに関しましては、この人データベースのですね、サイトの方をご覧ください。まあ、かなり詳しく、書いております。次がですね、まあ、統合バーなんですけども、まあ、正式名称が、日本人ゲノム多様性統合データベースになっております。まあ、ここにありますように、日本人のゲノムということがメインになっています。で、こちらはですね、まあ、もちろんアメリカにはですね、まあ、クリンバーとかエグザクトがすでにバリアントのデータベースがございますし、日本でもですね、バリアントのデータベースがありますが、これをですね、一つ一つ見ていくっていうのは非常に大変なことになります。ですので、この日本人のデータを含むデータをですね、変異情報を、ワンストップで検索するためのサイトがこの統合バーになります。で、この統合バーの方はもちろんこう統計情報なんで、個別の情報を含みませんので、まあ、どなたでもお使いいただくことができます。もちろん登録不要でどなたでもお使いいただくことができます。まあ、画面はこういったものになりますが、上の方に検索の窓があって、そこにクエリ入れますと、まあ、バリアントの情報がですね、こう出てきます。まあ、データベースの頻度ですとか、まあ、疾患との関与の情報もこうやって見ることができますので、まあ、ここから、見ていただければと思います。はい、で、ここまでが NBDC のサービスのご紹介です。まあ、その他のサービスツールということでですね、DBCLS のサービスの紹介をします。まあ、この後山本さんもお話になるんですが、まあ、若干、その触りのところだけ説明いたします。まあ、そもそもその DBCLS と MBC どういう関係なんですかっていうのがですね、まあ、分かりにくいと思います。まあ、我々としてはもう親兄弟みたいな関係になっちゃってるんで、当たり前なんですけども、外から見ると、まあ、分かりにくいかなと思います。まあ、経緯としては先ほどご説明したような経緯なんですけど、現在のおいてはですね、この画面の右側の方に NBDC があって、DBCLS の方とはまあ共同研究、基盤技術における共同研究というのをやっています。まあ、この図はですね、ついでにこう、DBCLS はロイスの傘下にあるので、まあ、こういった図になっていて、その同じロイスの傘下の中にこう DDBJ が遺伝研と DDBJ が入っています。で、DBCLS は、ね、拠点が、まあ、三島と柏にあるんですが、三島の拠点は遺伝研の中にありますので、まあ、まさに本当に一体となっているわけですけれども、当然この両社も提携しています。そして今人データベースでご説明したように、NBDC と DDBJ も当然提携をしておりますので、まあ、こういったこの図だと、まあ、いかにもこう DBC とかを媒介してって感じですけど、まあ、実際こう、まあですね、もう三角形のような連携の関係になっているかと思います。で、まあ、DBCLS のサービスの、まあ、ごく一部のご紹介なんですが、まず統合テレビ、まあ、ご覧になった方も多いと思いますけれども、まあ、データベースやツールの使い方、講演、実はこのアジャックス の, 講習もここで配信をされています。で、これは YouTube から、基本 YouTube から見ていただくこともできますし、それはもう一つですね、ムーブファイルでちゃんとファイル保管しています。で、そのムーブファイルがどこにあるかというと、実は先ほどご紹介したアーカイブの上に載っています。なので、ここで統合テレビのページでですね、個々に探して見ていただくことももちろんできるんですけど、なんかこう授業に使える動画を一括で撮りたいっていう場合はですね、私どものアーカイブの方からアクセスしていただいて、一括でダウンロードすることも可能になります。はい、まあ、DBCLS も非常にたくさんのサービスを用意しています。DBCLSのサイトに訪れていただいて、NBDC と同じくですね、サービスの一覧ページがありますので、まあ、いろいろ絞り込んでですね、探していただくことができます。はい、で、もう一つ、もう二つぐらいですね、ご紹介します。アリーという、ちょうどこの後山本さんがお話になると思いますが、PubMed の中に入っている、まあ、略語のですね、略語とその正式名称を探すというものでして、まあ、意外にこれ訳語っていうのはもう間違えたりですとか忘れたりとかしますので、まあ、そういうのを探すのに非常に便利です。で、私もですね、このアリーを使って遊んでみましたっていうブログをですね、書いていますので、まあ、一番下にちょっと URL 書いてますけど、ここにその使ってみた記録を書いたりしますので、まあ、ご覧ください。
次がですね、インメクサスというサービスですが、まあ、こちらもですね、パブメドに含まれている、まあ、その英語の表現ですね、をですね、検索できます。まあ、だから、論文にはどういう、こう、表現がよく使われるのか、あるいは使われないのかということをですね、調べていただくには、これが便利かなと思います。はい、で、以上で駆け足で、サービスのご紹介してきました。まあ、今後に向けてということで、若干、またお話したいと思います。まあ、5スターオープンデータという考え、まあ、ものがあります。まあ、これはウェブの生みの親と言われます、ティム・バーナーズ・リーさんが提唱されているんですけど、オープンデータと一口にも言ってもですね、まあ、いろんなレベルがあるじゃないかということなんですね。で、まずはですね、最低限この、一番下ですね、コンピューターで読める必要があるということですね。で、まあ、多分 PDF になっているものも、まあ、確かに読めると。ただ皆さんご経験あると思いますが、 PDF のデータから何かコピペしようとするとえらくめんどくさいと思います。というところで、まあ、やっぱり星一つなわけです。じゃあそれをですね、まあ、Excel とか Word にすればもう少し編集もできますし、処理ができるということで良くなると。なので2つなんですが、ただちょっと私には想像できないですけど、まあ、ある日突然 Excel が終わってしまったというようなこともですね、まあ、ないとも言えないわけですね。ですからそういったアプリケーションに依存しないものがより望ましいということで星が3つついています。まあ、例えば Excel のデータであれば、まあ、CSV でもあるとですね、まあ、非常に使いやすくなるわけです。で、まあ、普通はまあ大体この3つがいいのかなと思うんですが、まだその足りないと。何でかというとですね、これらのデータの中ではですね、例えばデータの要素が、まあ、重複してたりとか名前に揺らぎがあったりとかするわけですね。そういったものを排除していって、まあ、ユニークが同じものは一つの ID で表すとか、そういう必要があるということでですね、この RDF、 例えば RDF 化していくっていう必要があるということで、この部分がまあ星4つになります。それでもまだ足りないというわけでして、なぜかというと、この星4つの段階ではですね、こう各データがそれぞれ閉じてしまっているわけですね。それらがですね、こう閉じているデータ同士をつなげていける必要があるということで、これがリンクド RDF ということで、こうなったときにですね、初めてオープンデータが、まあ、その進化を発揮するということを、まあ、主張されているわけです。で、ちょっと今出てきました。RDF って何だって話なんですけども、そうですね、主語、述語、目的語からなるデータモデル。で、まあ、これトリプルと言ってるわけですが、主語とは物の ID であるとか、述語はオントロジーで定義された属性であるとか、目的語は物の ID または値であるとか、何のこっちゃって私も最初はそう思ったんですけど、もう少し例で説明すると分かるかなと思います。まあ、例えば、DDBJ に登録されている、まあ、配列があります。これは実際にある配列なんですけど、その配列のですね、タクソノミーは何でしょうかっていうと、39947ですよ。まあ、そういったトリプルが1個できます。で、このタクソノミーというのがクセモンで、今タクソノミーで書きましたけど、ある人はタクソンって書いちゃうかもしれませんし、別の人はカタカナでタクソノミーで書いちゃうかもしれません。そういった揺らぎが当然発生するので、まあ、そういった普通の言葉を使わずにですね、OBO というオントロジーを使って ID で表しましょうということをやっています。そして、まあ、タクソノミーの場合は、まあ、ID が割と、そのままズバリ ID なので、まあ、そう書いてます。で、次にですね、ただこの ID、タクソノミーの ID 聞いてもですね、なんだか分からないって人が多分大半だと思いますので、それの表記、表すとですね、何なのかってことで、オリザサティバ・ジャポニカグループというのが出てきます。で、この表記といってもですね、また人によっては、表記と書いたりとか、意味とか書いたりとかですね、まあ、ばらけるわけでして、それも、まあ、RDFS ラベルっていう形でですね、標準的な言葉で表すということをやるわけです。ですから、まあ、ここでいいところはですね、2つあると思ってまして、まあ、1つはこので、記述する要素を揃えることでですね、まあ、誰でもです全ての人に同じ意味で通じるということが、まあ、人とかですね、あるいはその特にプログラムにとってですね、同じ意味で通じるということが重要です。もう一つはですね、この上と下のトリプルは別に一人の人が作る必要なくてですね、別の人が作ってもいいわけでして、まあ、大抵多分
下の方のトリプルが誰かがまあ先に作ってしまって、で上の方のトリプルは後で別の人が作るってことは多いと思うんですけど、別の人が作ったものがですねつながっていくと、そういうことが非常にメリットになる、 RDF のメリットになると考えています。でこれをもう少しこう、まあ、理想的な形ですよけど、もう少し拡張していくと、こういったあのデータ同士のネットワーク構造がで、ネットワークが出ています。でそれをつなげていくと、まあデータ作った人だとがですね、思いもよらなかったような、まあ、関連性が見出せるんじゃないのかというところで、まあ、我々 MBC もですね RDF に注目して、今活動をしているというところです。今年度終わってしまったんですけれども、あの RDF の作成や利用法に関する講習会というのを毎年やってますので、まあ、興味ある方はぜひあのご参加ください。ちょっと今日はご紹介できなかったんですが、あの NBC の RDF ポータルというものもあります。まあ、ここではですね、あのまあ RDF のデータをまあ一つはアーカイブしているというのとですね、もう一つはあのスパークルというまあ RDF データを検索するためのまあ SQL によく似たですね言語がありますが、そちらで検索ができる、この2つをですね用意しております。はい、で私の話はそろそろ終わりますが、最後にですね、あのデータを活用、サービス活用に関する情報提供のお願いということでですね、まああのNBC のですねサービス使ってみてよかったよとか、逆にこれダメじゃないのっていう話がありましたらですね、この提供フォームというところがございますので、サービスページの下に提供フォームございますので、一つお寄せ情報をお寄せいただければなと思います。お問い合わせに関しましては、NBC のページの下にですね、リンクがありますので、まあ、何かこのございましたらですねお気軽にお寄せください。ということで NBC のですねサービスのご紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。